皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。代表といえば結果が強く求められるのは当たり前の世界。アジア各国でも騒がしくなってきたみたいだね。アフリカネーションズカップでは結構監督が解任されてるみたいですよね。優勝したコートジボワールは大会中に監督交代をしているぐらいだからね。選手たちのモチベやメンタルも含めてカンフル剤として監督交代という手段は有効ということだよね。日本では森保監督続投を田嶋会長が明言していましたし、早くてもワールドカップ予選で苦戦した時ですかね。そういう形になるだろうけど、なぜ負けたかそこについて掘り下げて改善していく動きは期待したいところ。カタール優勝、ヨルダンが初の決勝進出、イランはベスト4。ベスト16で韓国に敗れたサウジなどは置いといても、中東勢が躍進したのに対して、東アジア勢は期待に応えることができたとは言い難い。日本、中国、そして韓国もここに入りますかね？ベスト4ですが、東アジアの国を見ていくと日本では続投を明言されているものの、次期監督候補の日本人監督が記事を賑わせていたり、まだ外国人監督から学ぶことも多いのでは？という記事も。日本人路線で行こう、と決めたところに待ったをかけたアジアカップにもなってしまいましたね。そしてアジアカップで無得点での敗退となった中国では1年前に就任して15試合で指揮を取って4勝4分け7敗。もともと厳しい批判にさらされていたヤンコビッチ監督は解任が濃厚。監督の出身でもあるセルビアの地元メディアは、ヤンコビッチが中国サッカー協会から解任を通達された。彼はすでにセルビアに帰国している。ヤンコビッチはアジアカップで中国サッカー史上最低の結果を残し、猛烈な批判にさらされていた。彼の他セルビア人のスタッフも皆帰国を終えている。中国協会は2月上旬にも監督選定委員会を招集し、新監督人選の絞り込みを行う予定だ。と報じており、その後任候補についても中国の地元メディアは、中国サッカー協会が次期監督候補と接触を始めた。ワールドカップ北中米大会出場が最優先条件で、本大会で36強進出が現実的な目標。と報道。スムーズに行けば近日中に新監督の発表もあり得るかもね。中国代表は監督を中心にした汚職とかそっちの方の海を出し切った方が。監督候補として名前が挙がってるのはアジアをよく知る監督でもあり、先日までカタール代表監督だったカルロス・ケイロス。サウジ、イランのクラブなどで結果を残し、オマーン代表監督を経験したこともあるクロアチアの名将、イバンコビッチ。さらにポルトガル代表ではユーロ準優勝、日韓ワールドカップではブラジルを頂点に導いたフェリポンことスコラーリ監督。なかなか豪華な顔ぶれですが、今の中国代表は目に見えて地雷というか誰も触れたくない状況に近いような。もちろん現実的な路線としては現地メディアも報道しているように、中国スーパーリーグで成功している外国人監督を候補として考えている。と指摘しているように、今年の ACL でもまだ勝ち残っている山東泰山のチェ・ガンヒ監督らが候補に。すんなり決まると良いですが、3月にはワールドカップ予選もありますからね。そこまで悠長に考えてられないのもありますね。いずれにしても監督交代が規定路線なのが中国という感じだけど、ベスト4に残った韓国についても新たな動きが。韓国では2月10日が旧正月ということで昨日まで日本でいう年末年始のようなものだったんだけど、それも落ち着いた今、クリンスマン監督について改めて評価を整理する方向。現地メディアは、協会は早ければ今週中にアジアカップの成果を評価する国家代表戦力強化委員会を開く計画だ。議論の核心はクリンスマン監督を更迭するかどうかだ。アジアカップでクリンスマン監督が見せた指導力を評価し、北中米ワールドカップまで代表チームの指揮棒を任せるべきかについて意見を交わすとみられる。と報道。さらに続けて、評価した後に更迭に関する意見を整理すれば、報告を受けた執行部が最終決定を出す。3月にワールドカップ予選があるため戦力強化は遅くとも来週にはクリンスマン監督に対する判断を下ろす。と報道しているものの、最終的な結論は協会会長のチョン・モンユ氏が下すとされており、クリンスマン監督更迭時に支払う巨額の残余年俸と次の会長選挙まで残り1年という時間を考慮し、天秤にかけた上で判断を下ろすだろうという風に言われているね。なかなか複雑ですね。そしてクリンスマン監督って結構な高額年俸でしたよね。クリンスマン監督の年俸は29億ウォン、約3億2500万とされており、契約は2026年まで。今すぐ更迭する場合、約70億ウォンを支払うことになる。これはサッカー協会の今年の予算1876億ウォンの 3.7%。
クリンスマン監督のコーチ陣に支払う金額まで加えると、サッカー協会が負担する金額はさらに増える。ただ一説によると韓国の協会が今回のアジアカップでクリンスマン監督に課していたノルマはベスト4とされており、そういう意味ではノルマはクリアしたという見方もできるものの、国内は完全に解任派が多数。批判の理由の一つは、戦術の欠如と同じ布陣を続けたこと。もう一つの問題は、敗戦後のパフォーマンスだ。と大きな反感を買っている理由の一つにクリンスマン監督の態度も挙げ、マレーシア戦では、土壇場で1点を失ったにもかかわらず、試合中に笑顔を見せ、物議を醸した。準決勝のヨルダン戦では、笑顔で相手チームと監督を祝福する姿が見られた。同じ時間、同じ場所で、ソン・フンミンは地面にへたり込み、ベテランのキム・ジンスは涙を流していた。と報じ、さらに、準々決勝で敗退した日本代表の森保はじめ監督は申し訳なく、悔しく、責任を感じていると謝罪した。準決勝に進めなかったイランのアミール・ガレノイ監督もこの敗戦の責任を負う者がいるとすれば私だと発言。彼らは不甲斐ないパフォーマンスについて心から謝罪している。クリンスマン監督は自画自賛と選手のせいで勝手に大会を終わらせてしまった。これでは、サッカーファンはさらに怒るしかない。と報道。さらに敗戦して数日間のクリンスマン監督の動きについても、指導者、監督として大会を終えて目標を達成できなかったとすれば分析して責任を取らなければいけない。より多くの分析をし、より多くの試合を振り返らなければいけない。細かく分析する必要がある。とヨルダン戦後に述べていたものの、敗退後に韓国へ帰国した後、2日で自宅のあるアメリカへ出国。もともと韓国に滞在しないクリンスマン監督のこれまでの振る舞いはたびたび批判の的になっていたものの、今回のトンボ帰りについてはサッカー関係者以外も激怒。韓国与党の国会議員は、アジアカップでの度重なる失望により、クリンスマン監督は戦術がないと批判された。就任当初から多くの懸念があったが、今大会でその懸念が現実のものとなった。彼に対する国民的な批判は、大会の勝敗によるものではない。代表監督としての能力に対する疑問と、仕事に対する怠慢な態度だ。無能と無気力が証明された監督に次のワールドカップまで指揮を任せられるだろうか。外国人監督なら誰でもいいという韓国サッカーの身勝手さはもう捨てろ。我々にも今や世界的な指導者が揃っている。と激怒。別のメディアは以前あった国民請願という多くの賛同者が集まれば政府が問題に対応するという仕組みを引用し、やってくださいサッカー、傍観サッカーでアジアを驚かせたクリンスマン監督の更迭に関する請願。という韓国代表のサポーターの投稿を取り上げ、最悪の試合運びでアジアの国々に嘲笑されるところまで転落させた張本人であるクリンスマン監督の更迭を強く請願する。と反発する国内の様子を報じている。ベスト4でもここまで反応がある韓国と比べると日本はややぬるい気も。2023年は日本代表にとって評価が低かったわけではないのに対して、就任以来、韓国在住の約束を破り、アメリカカリフォルニアの自宅で遠隔指導し、Kリーグ視察をおろそかにするなど、クリンスマン監督はたびたび批判の的になっていた違いはあるのかも。それでもアジアカップでベスト8は森保監督のやり方や方向性みたいなものにきっちりとメスが入ってほしいですね。そうだね。3月にまた大事なワールドカップ予選があることを考えるとこのタイミングで監督交代は難しいけど、きっちり課題と今後の改善方法などは詰めてもらいたいところ。というか、韓国は3月のワールドカップ予選があるにもかかわらずそこまでの騒動になっている方が驚きです。それぐらい以前から根強い批判があったからある程度予想されてたこととはいえ、韓国の場合はタレントも豊富だし、二次予選で敗退ってことはおそらくないって判断かもしれないですが、どうせ帰るなら遅いより早い方がいいってことでしょうね。今回の騒動がどういう形で着地するのか、注目していきたいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。